ってきたんだよ。誰かって麗子、ずっといたんだよね、うちに。怖い。でも気がつかなかったの。誰かが入ってきてあんなことしてたら。何、はるみ、私がやったって言ってるの？違うよ、違う。そうじゃないけど。けどおかしいじゃん、私の言ってることが。何それ。そうじゃなくて、とにかく、じゃあ警察呼ぼう。やだ。どうして？はるみが私のことを疑ってる状況で警察なんて来てほしくない。そんな人とはるみはこれからも一緒に住み続けられないでしょ。ずっと一緒にいたいって言ってたのに。です。実は代理人の西村さんと連絡が取れなくてですね。